鈴木翔と一度下げる。伊藤もプレスには行っていました。からワンタッチ落としてスペースだ、抜けていく、いいところに入ってキーパーかわして最後は決めて、これで2点目。16番の田村2試合連続ゴール、これで2対0。アグレッシブな守備からゴールが生まれました。うまいところ、最後は中山から、そして16番の田村翔太。先日お子さんが生まれたばかりのこの田村、責任感を持ってより一層サッカーに取り組んでいきますと、そんな談話も発表していましたが、父親になって